やっほー、こんばんは。こんばんは。ありがとうございます。あけましておめでとう。確かに、あけましておめでとうございます。こんばんは。もう年明けてだいぶ経つね。22、23か。23なんで。早いな。年末のあの忙しいバタバタした感じがだいぶ前のように感じる。早いね、1ヶ月あっという間に過ぎますけれども。寒くなってきたね、急に。なんか今年本当にめちゃくちゃあったかいじゃん。12月とか全然寒くなかったよね。今日はお仕事してました。撮影してて終わってお家帰ってご飯を食べて配信しに来ました。成人ありがとうございます。そうですね、年齢的には20歳になってなるのは2月です。来月もうすぐだね。2月2日なんですよ。弟子の誕生日は覚えやすいので覚えてください。2月そう、のぼり流世代 のぼり流世代って言ってます。 はーい。まあじゃあこの流れで宿題をねしますか。ヨキちゃんがの乃木坂成人式の裏話があったら教えてくださいっていうのを書いてくれたので、この流れでお話ししようかなって言っても、裏話って裏話、そうだな、ちょっと考えさせて、なんだろうな、何があったかな。その後何？おみくじを引きました。で、大吉が出ました。それで、成人式組、半分くらい大吉出てた。ですよ。それがすごい、結構びっくりして、おーって。私、今年何回目の大吉って言ったっけ？ねえねえ、メッセージ取ってる人。あれ、何回目だったっけ？3？ かな？何回目だったっけな？忘れちゃった。3回目か。今年もう入って3回大吉が出ました。ありがとう。みんな教えてくれてありがとう。めっちゃ大吉出した。今年入っていい感じ。2回出てすごい気分よくて、おお2回出たと思って、そしたら成人式の日にもう1回出て3回目だみたいな感じでした。イエーイ。他にもメッセージしてる人いるの？ いないよ、みんな一人だけ。オンリーオンリーワン。いいですね。
髪色暗くしてないよ。年末の「紅白」のために暗くしてからまだ染めてないけど、今回すごく色持ちがいいんです。いつもだったらもう明るいよね、このぐらいの時。とってもいい色です。最近何にハマってる？分かんない。何にハマってるかな。分かんない。ハマってることあんまないかも。お餅？お餅食べてます。ずっとお餅食べてる。食べて、あまりにも私がお餅を食べるから、友達がお餅をポチって送ってくれた。 2004年生まれです。早生まれなので今21の代です。本当は、というわけでですね、乃木曜日選手権をやっていこうと思うのだけども、今回の乃木曜日選手権は 今年の干支を引こうという競技です。今週の競技はですね、あ、違う違う違う、この箱の中に12紙入ってて、12枚のカードが入ってるんですけど、今年はね、辰年ということで、竜を何回目で引き当てられるかっていうのを競い合いたいと思います。ゆうきちゃんが10回目で竜を引いたので10、私が9回目までに引かなければいけませんということです。これ意外と12枚でしょ、出なそうだなということで、最も早く竜を引き当てられた人に素敵なプレゼントが贈られます。ということで、まず、あれどこにあるんだ、1枚目、パバン、猿。私猿年です。 これ一回戻す、そうない、猿年です。猿年です。続きまして、ドゥ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 ド
続きまして、みんな自分の年引いてほしい人が じゃじゃん。4回目で出ました。出たよー。いいですね。4回目なかなかいいんじゃないですか。なかなかいいですよね。じゃあお名前書きまーす。4。レンカ。4回目で出ました。おお、どう？ちょっといい感じじゃない？優勝候補みたいなとこ悪くない？でもまだ火曜日なんだよな。でも期待しよう。やったー、いい感じ。前髪ね、伸びちゃって、今日メイクさんと早く切ろうねって話してた。すごい伸びちゃったの。切ってない、いつから切ってないんだろうか。本当に多分紅白の時から切ってないかも。こんなにね、長い期間前髪切らないの私の中では結構珍しくて、ちょっと伸びてきたら巻きにくくなるからすぐ切っちゃうんだけど、今ね、だいぶ長いね。困った、困った。いつも自分で切ってるんだ。全然切ってない、最近。やばいです。最近ハマってるアニメ、妖術の新シーズンだね。最高ですわ。花粉症ね、今年めっちゃ早いらしいね。私本当に
年中鼻炎でさ、年中鼻声じゃん。だけど特に最近やばいのは絶対花粉症だと思う。結構やばい。で、肌も荒れる。これはもう来てるよ。私はね、基本的にね、鼻声だからね、大丈夫って鼻声で言ってくれる人も嬉しいんだけど、基本大丈夫、基本デフォルトだから鼻声は。猫アレルギーなのに猫ちゃん飼ってるっていうのもあるし、基本的には大丈夫なんだけどね、声ガサガサとかだったらちょっと心配してほしい。でも大丈夫。でも昨日すごい寒い中撮影してて、だから結構ね危なかった。でも風邪はひかなかったかな。どうなんだろう、この鼻声は風邪なのかどっちなのか。鼻声だと思ったことなかった。嘘でしょ。 めちゃくちゃ鼻声だよ私。あったかくしましょう。明日からさらに寒い。そうなの？困っちゃうよ。今日のお洋服？今日のお洋服はシャツにベスト。ここ茶色なのが可愛い。みんなは今日何してましたか？ああ、アンダーライブもうすぐだね。もうすぐだ。今日は吉田とご飯に行きます。イエーイ。なんか毎回ショールームでどっちかがご飯行きますとか言ってるよね。めっちゃ行くやんけ。 それはそう。でも最近ほら、吉田がアンダーライブのリハで忙しくて、だからしばらく行ってなかったよ。今日久々。伸びたね。いつぐらいの長さ？これってだいぶ伸びたよね。こんぐらいまで短く切ってたもんね私。伸びたね。アンダラ行く人いっぱいいるよね。私も行けたら絶対に行きます。たいね。え、確かに僕好きの時期だよね、この長さ。めっちゃでも僕好きの時って髪明るく、あでも暗くもしてたか。めっちゃ僕好きの長さ間違いなく。あとこの髪型めっちゃしてた、あの時期。このパンパンってやつ。 前髪どうやって作ってる？ え、普通に巻いてるな。特に何も変わったことはしてない。よくあるやつ。普通にアイロンで。あ、でもこだわりとしては、おっきいアイロンではやんないか。ちっちゃめのアイロンでやるのが好き。何べ？あ、秩父ベの夏です。スカンドがイエベの春です。時間かかるかな？いや、前髪の癖があんまりない日はかかんないんだけど、前髪の癖がある時は結構かかっちゃうよね。うまくいかないみたいな日はよくある。
そういう時はもう諦めます、今日は無理だねって言って、前髪ブサイクだけどいいよって言ってやめます、潔く。やめちゃいます。昨日テレパンがね、殿下さん一つお聞きしたいことがあってって 来てくれて、どうしたのって言ったら、殿下さんのリップいつも可愛くて、何番の使ってますかって あ、可愛いと思って 女の子や 私を、そっかと思って、その手があったかと思って、先輩をこう見てて、なんかもう可愛いで済ましてたけど、なんかどこのコスメ使ってるんだろうみたいなのを思うのがなんかもうすごい素敵、私はその発想がなくて、ああと思って教えてあげて調べてみます、嬉しかったな。先輩おらんやんって、いやいましたから いやいやいますけど、そう、なるほどねと思って、いいっすね、まあでも自分でメイクしてる人とメイクさんにメイク全部やってもらってる人とっているから、私は確かに自分でメイクしてるからね、私に聞いてくれたなと思ったけど嬉しかった、そういう一つ一つがすごく嬉しい。後輩とご飯何ですか 何ですか、行きましたけど誰とはいませんけどね、まあ、私は別にねメイク自分でやってますけど、でもほら雑誌のお仕事とかだと自分ではやらないので、基本的には乃木坂の何グループでのお仕事とか、そういう時は歌番組とか乃木中の収録とか制服着て撮影するようなものは基本的に自分でメイクしますね、私は メイクどうやって勉強した？それこそ時間、もう試行錯誤だよね。入った時私12歳だからメイクなんて全然しなかったし、オーディションもなんか薬局で買えるようなリップだけでオーディションしてたから そうだから基本的に、でも母がファッションとかメイクとかすごいやっぱ詳しいので、母かな、あと姉が2人いるっていうのもありますね、あとはもうメンバーみんながメイク上手なメンバーとかいっぱいいるので参考にしてみたいな感じですね。私妹です。はお姉ちゃんが2人いるので3姉妹の末っ子ですね。ということで、次回のメンバーに宿題をしたいと思います。明日ですね。明日は誰でしょう？クイズです。ゆうな、ちゃう、まゆ、ちゃう。テレパン違う。ユミキ違う、吉田違う、カッキー違う、ヨダ正解、明日はヨダです。何の宿題を出しましょう、ヨダ、ヨダね、何出します、3期だね、
ウォンバット それにちなんでどうやって宿題出すの？ 焼肉ラップ吹ける。焼肉ラップ面白かったな。ああいうのをとっさにできるのがヨナだよね。さすがヨナって感じ。セブ島の思い出、確かに行ったって言ってたね。超仲いいよね、家族で。正月にセブ島ってすごくない？海外に行くっていうの。確かに、レンカに T シャツ作るならどんな感じ？聞きたーい。私もう作ってほしいよ、T シャツ。次行きたい国、確かに。いや、だってアクティブだよね。それいいね。どれがいい？みんなどうする？ T シャツ系？私に T シャツを作るならどんな T シャツを作りますか？みたいな。めっちゃ気になるんだけど。ヨダのセンスに任せる。ヨダ。ヨダへ。私に。違っちゃった。私に T シャツを。作る。としたら。どんなの。ものを。作る。私に T シャツを作るとしたらどんなものを作る？って言いました。 もうヨダのね、斜め上を行くセンスが私は大好きだからね。やっぱりやろうと思ってなろうと思ってできないヨダにしかないものですよ、あのセンスは。 楽しみー。みんなも予想してね。確かに。天性のものだね。スクショタイム。はい。スクショタイムしてください。ついちゃった。何のポーズしてほしいですか？ハート？スパイク解除、わけわかんないって。わかんない人にはわかんないから。わかんない人の方がないからやめて、ほんと。ガッツポーズ。ファイティングポーズみたい。ダブルピース。私左下手くそなんだよね。なんか昔の方ができてた。右ばっかやってるからかな。
ね、そういえばさ、聞き顔ってあるじゃん。あります？間違った。知ってます？聞き顔って。私、左が聞き顔なんですよ。こっちの顔めっちゃ嫌いで、右の顔。ほくろがあるからってわけでもないんですけど、なんか、顔の作りが、右の顔がすごい、めっちゃ嫌で。あ、前そういう話したことあるわ。めっちゃ前、十何歳かの時。あるよね。そう、違いあるんですよ。なんか、左の方が、まあ、そもそも目が大きいんですよ。私って、右に比べて。こっちの方がシュッてしてて、こっちの方がこういう感じなんですよ。自分の顔見てるとおかしくなるからやめよう。なんか見すぎておかしくなっちゃうよね。もうさ、メイクとかしてるとさ、もう分かんなくなるの、正解が。え、ほら、右目の方がシュッてしてない？横幅。でも聞き顔って自分にしか分からないっていうよね。まあいいや。だから撮影の時とか「こっち向いて」って言われると、はあ、はあってなる。でも結構カメラマンさんとかって、どっちの聞き顔どっちとか聞いてくださるカメラマンさんもやっぱ多いんですよ。すごくないですか？左ですって言ったら左から撮ってくれたりする。すごいです。さすがプロ。でも基本的に結構ほくろあるから、こっちから撮ってくださる方の方が多い。このほくろ。チャームポイントですね。利き手は右、逆。利き足わかんない。なんだろうね。昨日誕生日でした。おめでとうございます。パチ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 。利き目どっちだったっけ？なんかあるよね。私どっちだったっけ？忘れちゃった。なんかあるよね。ああ、あ、利き足？え、そうなんだ。目をつぶって出た足が利き足なんだ。前に倒れて。どっちだろう、私。右な気がする。なんか右足の方が、なんか、パッて出そう。もうすぐでお別れのお時間ですよ。みんなスクショちゃんと撮れたかい？これからまだお仕事がある人は頑張っていただいて、ご飯食べる人は美味しく食べていただいて、勉強する人も頑張ってもらって はい、お風呂入る？ごゆっくり休んでくださいと言います。バイバーイ。ありがとうございました。